そっか次郎のここです。FX についてまたメールをいただきましたので、このメールに返信していこうかと思います。プライマシーに配慮してですね、まあ、はしょってメールの方を読まさせていただきます。えっ、ー、と、まずね、えー、トレードに自信のなかった私に40ピップス取れたら上級者ですよと私呼びかけたような気がしますけどもね、本当これはその通りでございます。自信を持ってください。ただね、結果的には上級者なんですよ。40ピップスも取れれば。だけども、 その結果的には40ピップス取れたんだけどもでもねこれがいつも取れるようになると本当に上級者なんですよねでもたまたま取れたでもこのたまたまが本当にたまたましか起きないようだともうちょっと頑張らないといけないかなっていうところがありますまあでも40ピップスね取れたら1ロットでやったらね大体4万とか5万ぐらいでしょすごいじゃないですか1日に4万円前後取れたらすごいと思いますよ大体目標としては1日に5000円から1万円 ここれを平均値でででコン,スタントに繰りり返すすすとと月間で20万ぐらいにななまよよねってことなんですよただ1ロットのエントリーしようと思うたあのー、この証券口座に埋め込んでおく持ち金っていうのもそこそこの金額ね50万から100万ぐらいになってきますんでやっぱね証券口座に入れてるお金が10万円くらいだったら0.1ピップスとかあっ違う0.1ロットとかになっちゃうと思いますからあまあまだね 道に力を積んでいっていただきたたいいかなと思いますただ今回はね本当に40ピップ取れたらあ結構いい線いってますんでそこは自信持ってくださいねえーっとそれからですねえー、っとあの上昇相場ってあるじゃないですか上昇相場の中でもチャートってのはギザギザしますんでねですんで上昇相場の中でも下に下がる時ってあるんですよこれを転換だと勘違いしてセルの流れが大きくなるっていうふうに勘違いしちゃうと 逆進くらってですね、ロスカットになっちゃいますから、上昇相場の中でも、こう小刻みに下がるもんだっていうふうなね、忘れないようにしておいていただきたいと思います。えそしてその上昇相場の中でね、買いで利益を取って、あ、えー、のー、セルで利益を取る。この繰り返し往復ビンタってやつができればいいんですけども、これは本当に難しいんですよ。ですんで、上昇相場の中では、倍の時だけで、えー、取っていくって考えてください。で、慣れてきたらね、今度は、 あの下落相場の時にセルだけで取るみたいなところをやっていってください。で両方できるようになったらあらゆる相場で上に行ったり下に行ったりする瞬間両方でも取っていくみたいなことができますけどもまあこの両方取るようなスキルがついた頃っていうのはねもうすでにエフクスで暮らしてると思います。ですんで、えーまあ、ちょっと遠くにその目標を置いていただいて今はですね上昇相場なのか下落相場なのかを正確に見極めれるような 感覚を身につけていただくことと、上昇相場なら、どこからエントリーしたら最も距離が稼げるのか、下落相場だったらどこから、あーエントリーしたら最も距離が稼げるのか、ね。あの、おしめ買いとかね、戻り売りと、このタイミングをよくよく学んでいっていただければと思います。はい、じゃあ今日は以上ですかね。あの、またメールくださいね。ありがとうございました。